在中国，我们吃饭的时候不可以有声音。食事する時に声じゃなくてね、音が出すのはダメですね。これはそのテーブルマナーです。もう、那你会问在吃拉面的时候，那日本人、日本人だったらラーメン食べる時に音が出しますね。それは美味しいのね。イメージ、メッセージを伝えたいんですね。那在中国。即使你吃拉面也不可以有声音，これはテーブルマナーですね。那你会说，那でも私見たの中国人はよくなんか食べるときに食事するときにこんな音出しますね。これはこれ個人のマナーの問題ですね。実際は親とか家族の教育はテーブルマナーはしっかり教えてるはずですけど、でもある家族家庭は多分ね、親はそんなに厳しくしてないと思います。私のお母さんよく言うね、音出さないでね、ちゃんと子供に教育してるから、それはちゃんとテーブルのマナーも教えてるなので、だから在吃饭的时候不可以弄出声音，不可以吃拉面的时候也不可以，都不可以，这个是不礼貌的。所以中国に行った時にラーメン食べる時に音は出さないでくださいね。これ一つのマナーですよ。好的，你了解了吗？再见。